めぐっぺです。先日、以前からこのチャンネルをご覧いただいている視聴者の方から、約半年ほどかけてトイックの点数が200点以上もアップしたという報告をくださいました。おめでとうございます。大学の受験に向けて勉強されているということなんですが、私のアドバイスも素直に聞いて地道に勉強を続けてくださっているということで、すごく嬉しいです。自分なりに勉強してきたことっていうのは自分の財産になるので、ぜひこれからも楽しみながら勉強を続けていただけたらなと思います。さて、そういうわけでということでもないんですが、今回私が紹介したいのはこの L&R ベストデルタン特急金のフレーズという本です。出版されたのは少し前なので、もうとっくにやったっていう方も多いとは思うんですが、本屋さんで何度か見かけていて、なかなかこう買うという決心がつかずにいたんですが、今回思い切ってやってみることにしました。ということで、今回はこのデルタン特急金のフレーズの私の勉強法を紹介します。おはようございます、めぐっぺです。今日はこれをやります。トイック教本でおなじみテックス加藤さんの本です。ベストセラーということなんですが、最近までチェックしてませんでした。今回思い切って、やってみることにしました。今は家にノートがないので、代わりにコピー用紙を使ってやっています。で、これを4つに折ってこんな感じになるので、この枠を上手に利用してやります。本についてるこの赤い下敷きでちょっと学生時代を思い出したりしました。本の使い方はいろいろあって、最初から一つずつこれで隠しながら覚えるっていう人もいると思うんですが、私は結構一気にやってしまいたいタイプなので、昨日初めてチャレンジしたんですが、最初からこれで、こんな感じで答えを隠して、一気に最初の600点のところの400問と、後に出てくる100問の合計100語を、やりました。結果はこんな感じです。思った以上に真っ赤になっています。はい、最初の400問のところ343だったので、57問ほど間違ったということなんですが、もう書いてあったらわかるのにとか、あ、こっちの単語かとか、あと分かってるけどとっさに出てこないとか、まあいろいろあったんですけど、まあ、久しぶりに問題集を解いたというところでは自分なりにいい刺激になったなと思うので、まあ、今後はこの赤いところがどれだけ早く減っていくかが私のポイントになりそうです。トイックを受けるかどうかは別として、私がこういう問題集を時々やる理由としては、自分の英語に刺激を与えて劣化させないようにするというのが一つあります。普段いろんな本を読んだり、ネットの記事を読んだりというのはインプットする作業なので、その今まで蓄積しているものが実際どういう力になっているのかというのをチェックする上でも、こういった問題集をやったりしています。ベースのやり方はだいたい決まってるんですが、まあ、そこだけにこだわらずに、いろんな角度から自分の足りないところをこう補足するというのが私のやり方です。ではここで私の問題集の解き方を紹介します。といった感じでやっています。で、この時にも瞬発力を意識して、一問一問あまり時間をかけずに、だいたい5秒から10秒以内に回答ができない時はもう次に進むという感じでやっています。問題を一通り解いてから、後でゆっくり解説を読んで一つ一つの単語を再確認していきます。しっかり覚えておきたい単語については、問題の文章ごと書き出してみたり、声に出して読んでみたりということも行っています。
で、今回この問題集をする上でいいなと思ったのは、問題集の最初のところでも紹介されているんですが、このアブシードアナルティクスというアプリです。このアプリはトイック用の問題集いろんなのに対応していて、それぞれの音声データがここでダウンロードできるようになっています。で、今回は私がやっているのはこの金のフレーズシリーズなので、金のフレーズのところを叩くとこういった試し読みとかマークシートという文字が出てきて、このマークシートっていうところを触ると目次が出てくるので、この中でそれぞれ音声をダウンロードするという形になっています。問題集そのものは持っていなくても音声だけはダウンロードができるので、すごく便利だなと思いました。音声を聞いてから内容が気になるなというのは、問題集を後で買うっていうこともできるし、そういう意味でもいろんな使い方ができるアプリだなと思いました。ちなみにこのアプリのいいところは、音声の速度を 1.0 倍、通常の速度から 2.0 倍まで変えられるというところです。昨日は早速 1.5 倍と 2.0 倍を聞いてみました。以前にも紹介したように、超速音読の練習は私のトイックの結果にもすごく効果があったので、普段からこういった練習ができるのはすごく便利だなと思いました。8月中はこの問題集とこのアプリのダブルパンチで自分の英語力に刺激を与えたいと思います。ということで、今回はこのトイック L&R テストデルタン特急金のフレーズという本の私の勉強法を紹介しました。いろんな勉強法はあると思いますが、どうやって勉強しようかなと悩んでる人が、まあこういうやり方もあるんだなというヒントになれたら嬉しいです。興味がある人はぜひチェックしてみてください。めぐっぺでした。またねー。